はい、はい、ラジオ版です。楽三郎です。マジシャンの水木健太です。ごきげんよう。なんかいつも違うか。健三郎です。お願いします。はい、前回は大津だったんですけども、はい、今回は内子です。出た。内子も昔から比べたらなんか伊賀崎とか小田も一緒になってますから。伊賀崎も内子ですよ。単独だったんです。伊賀崎町ですよ。小田町、伊賀崎町議会があったんですか。ありました。いやもう全然知らない。そこは本当知らなかった。ありましたよ、もちろん。わ、まじ知らなかった。小田はなんかありそうですけどね。小田も内子なんだ。今内子ですよ。ああ、やっぱちょっとここごめんなさい、ちょっとこあそこら辺からぼやっとしてますね。内子というと地酒がね2つ頑張ってるのよ、はいはいはい、1つが京ひな、でこの社長が僕のなんと高校の吹奏楽部の後輩で、うん、まさかあいつがその理系バリバリのやつがなんでお酒のっていうの、まあその、まあ、ご結婚とかいろいろあったんですけれども、うん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 、奥さんの実家を守ることを守るっていうか伝えるということを考えて、うん、今京ひなの社長として京ひなうまいよ、うまいっすね、水毛剣、はい、本当に辛口というかすっきりというかもうこう本当に剣で切ったような味。あとネーミングがすごくユニークなのが多いですね。5億年とか。おお、すごいな、5億年、うん、あります。あとはもう一つは千代の亀ね。これがもっと伊賀崎の、うん、ああ、そうか、そうか、うん、あれ、銀河鉄が千代の亀ですね。あの冷凍してシャリシャリとした、そう溶けかかった時を、うん、もう刹那を楽しむという。はかないね。あの蔵開きみたいなイベントには僕と姫三郎が何年か続けて、はいはいはい、僕も1回行ったかな。めちゃめちゃ人おったよね。もうこのコロナじゃもうできないというのが残念ですけど、うん、ね、やっぱまあ、すぐ目の前が川ですので、うん、なんか景色もいいですし、うん、そうだった、はい、なんかすごい盛り上がってて、そう、あの川岸であのタコあげるから、ね、はい、内子、あの子元気してるかな、あの千代の神のイメージがあるんだ。ああ、あったな、ね、あの子どうしてるやろ、元気やろか。でもコロナ禍でイベントが何にもなくなったんでね、活躍もしにくいかもしれないんですけども、あれ内子、あのドイツ料理のお店ありますか。あらららら、シュなんかごめんなさい、ドイツ語の、あそこの近く、そう、あのなんか文化保存地区みたいな、あの通りの、うん、あそこのドイツ料理屋さん、あれ移転するとか言ってたの。あ、マジですか。大丈夫か、適当なこと言ったら考えた。そうあそこ好きなんですよね。いや、まだね、ドイツの方がね、本当にドイツの方で、はい、そうやってて、あのポークの薄くしたなんかカツみたいなやつなんだけど、あれも癖になって、本当あまり日本人がやらないアプローチで豚をなんか平らにして揚げてるみたいなやつがあるんですよ。あれ、あったかね。あれでなんかドイツビールをね、こう、そう知ってるような顔で飲むみたいな、うん、全然飲んだこともないやつなんだけど、うん、あ、なるほどみたいな顔で飲むと、うん、古民家ドイツレストランスムシュバルツェンカイラ。あ、今調べてくれました。そう豚みたいな意味なんだよ、確かそれ。あ、確か豚のあの看板ですね。そうあれうまかったね。でダーツもあるんですよ、奥の方で。あ、そうやったっ。僕店長とダーツやりましたもん。あ、普通に本当に泥仕合で全然終わらず、グダグダっとしながら、はい、ビール一本かけてやりましたね。あれ、うちこ前ラクさんが連れてくれたあの焼肉屋さんはとか、ダンダンね。ダンダンか。うちのめちゃめちゃ遠い親戚なんですよ。あ、そうなんだ。はい、あの泉さん、はいはい、めっちゃカラオケがうまい、はい、あ、そう、あ、カラオケ好きなイメージあります。なんかすごくすっごいなんか 3% ぐらい昔の円楽師匠が入ってる。あー、顔が大きいってことだね。いや、でもなんか人だね、だね。人の良さが出とるでしょ。あ、出てます泉さん、人のいい円楽師匠。あそこのね、肉、焼肉もちろん美味しいんですけども、あそこで出してるあのなんかがごぼうの惣菜とか、うん、ナスビーの、はいはいはい、惣菜とかをあのパックで今いろいろ売ってると思うんですよ。あんなんが美味しい、うんうんうん、あ、いや、うちこもだからちょっとやっぱ大津と比べると、まあ、その範囲狭さというかがある分、なんかね、
っぱ大津ほど数があんま出てこないけど、まあまあそれはそれはあれですけど、濃い感じですよね。そうそうそう、うち、ん、こはあのやっぱりカラリにも寄りたくなるしね。うん、そう、うちこあの降りた時のあの雰囲気が好きなんですよね。なんか毎回カラリ行くためにジェラート食いたいと思って前回もジェラートな、会いたいなとかじゃなくてジェラートを食いたくなんだ。運転したらジェラートが食いたくなる。そうそう、の道の駅行ったらまあジェラートなんですなんだろうね、姫がジェラートなんて言うなよっていう気持ちがもう頭の中を駆け巡ってさ、うん、さっきミセさんジェラートって言いましたよね。ジェラートね、ジェラートはイングランド代表のミッドフィルダージェラートだよね。それはジェラート、ジェラートね。アイスはジェラートよ。嘘だ嘘じゃない、嘘だ、俺は、マジで俺はダメだダメだダメだ、本当だ、真偽だ。ジェラートって言っちゃうとイングランド代表のミッドフィルダーになっちゃいますから、ジェラート、ジェラートよ。むしろイングランドのミッドフィルダーがアイスみたいな名前だなと思ってたんだけどジェラートジェラート、ジェラート、はい、ジェラート、あのコントのお笑い芸人のジェラードンっておるやん。ジェラードン、じゃああれおかしいやん、ジェラートンじゃダメってこと。だからそれはそっちのサッカー選手の方なんであれれ、わかんないですよ。もうちょっと打ち子の話題じゃないな。ジェラード本当？本当に？ジェラートね。ジェラートなんだ。はい、アイスの方は。やだーやだー、これはカットしませんよ。そっか、ジェラートか。もう多分無理だ。次もジェラードって言うんで言ってください。打ち子座の近くにはあの、うん、でもそれこそいろんなお店が、うん、あそこいっぱいありますよね。ありますよ。あ、なんか先行ってないな。でも打ち子、うちこのお魚屋さんみたいなところで、ああ、いやいや、あるあるある、お寿司って言ってるけど、はいはい、おからのやつあるじゃないですか、うん、そうそうそう、丸寿司。あ、向こうで何言ったかな、大津の方、うちこの方では。初めて食べた時まず米じゃないことに驚くし、びっくりするほど酸っぱいじゃないですか。そうそう、なんか酸いしけど、あのそれこそ日本酒とかに入ってそう、うん、だんそう、最初2回ぐらい酸っぱくて、3回目ぐらいからあれを見るとお酒が飲みたくなるっていう。で、あっから南の方に行くのかな、行ったらあのサバを焼いてる魚屋さんがあるよね。ありますありますあります。あれ匂いがね、あれだから僕小さい頃に焼きサバね、そう、高速がない頃通ってるとあの煙がもくもくあって、食わせ食わせ食わせって言って本当に食べね、一回だけ買ってくれて、うんうん、もうサバでっかいサバこうやってやってたんですけど、あれ地元の人はあれを酢の物と混ぜたりとか、うんうん、あれに醤油かけて食べるのもうまいんやけど、はい、酢の物、キュウリと、うん、あれを酢の物にして食べたりするとうまい、ちょっと甘めのね。そう、あれ楽さんがやっててめこうやって食うんだと思って。うまいの。まああの山ですから、うん、大津内港なんて、うん、僕の生まれたところもそうですけど、うん、だからその魚の文化がもう生をなかなか昔は、そうですね、今はあれですけど、うん、なくてもうせいぜいこう焼いたサバを保存食として食べてたという、うんうんうん、そうね、あれが文化が残っとんよね、焼きサバっていうのは。いやあれはね、そう、あれはお酢の酢の物と混ぜるとうまいっていう。ああ、あれうまいです、焼きサバは、ね、ちょうどよく油が酢の物となんかいいところを取り合っててね、うん、いやそうか、あれもうなくなっちゃったけど中華そば、あそこの片岡食堂ね、それだ、よかったな。中華そば系では俺はもう5本の指どころか1本の指に入る。おいおいおい、じゃあもう 1位だ、1位だったね。1本の指は、あの出汁と麺との、いなりね、いなり、地元の人が普通に通ってるとこなんやけど、うん、で高くないしね、安くて、うん、あれ姫三郎の片岡食堂は一緒に、まあ、あの奇跡的に一回だけ行ってますね。ああ行ったんや、ほんまにやんなくなる前に、もうそんそうだよね、あの後ぐらいだもんね、取材で行ってまあ食べましたね、うん、まあ昔ながらの中華そば、いりこさんとね、そうですね、まあ食べたらおばあちゃんの顔が思い浮かぶようなそんな中華そばです。そうそうそう、今サムネにはその片岡食堂の中華そばの写真が載ってると思います。おお、これは画像をね、はい、もうちゃんと記録されて、はい、撮ってます。もうでもだいぶ前ですよ。そうですよ、あれで誰かが引き継ぐという話を聞いてたんですけども、うん、その噂がないので、まあね、そうですね、まああれは
ね、また難しいんですよね、まあ、思い出も乗っかってるっていう感じあるんですよ。そう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 、全く同じに味を引き継いだからって、多分その思い出補正みたいなのは絶対変わりますもんね、うん、そうなんです。だからあれはあれでなんかね、こう、まあ、私まで悲しいですけど、うん、なんか思い出ですね、亡くなったことによってちょっとレジェンド化したみたいな、うん、ありますね、それはある、あると思うんでね。何か若い頃にね、うちこう行った時に高校にかどうかしようか、あーうまかったっすね、ラクさんねとかって言って、こうちょっと若手を置いてけぼりにするとか気持ちいいですよね。キッチンみたいですね。ねえ、もうごまをゴリゴリすりながら、ねえラクさんあれ美味しかったよね、食べたことないだろう、うえーとかって言ってやりたいですね。俺はそんな性格じゃない。 あ、そうかな。さて、先週の大津と今週の内子なんですけど、うん、なんでこんな話をしてるかというと、大津内子の未来を考える寺子屋というのがありまして、うん、私が塾長という、まあ、肩書きということでですね、うん、みんなを、一緒に考えていきたいと思っております、うん、年齢が制限があるんですけど、20歳、20歳から40歳という、これ主催側の大津青年会議所なんで、あ、まあ、そういうことになってるんですが、うん、ここから先の大津内子どうありたいかみたいなことを、まあ、真面目に考えるのももちろんなんですけども、うん、まあ、こういうあの職の方からもアプローチをかけたりですね、そういうこともあろうかと思いますので、うん、気になる方はぜひ参加していただけたらと思います。この参加費でこの内容は充実してると思いますので、うん、はい、これは松山とかその地域はオンラインだから関係ない。オンラインですか？全然です。どこの県からでも内子大津のことを考えていいと、はい、うん、ということですので、いろんなご意見もお待ちしておりますので、忌憚のないところお寄せいただけたらと思っております、うん、詳細は、大津青年会議所ホームページに載ってたり、またお問い合わせいただけたらと思いますので、はい、概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします、はい、ではでは、バイバイ。バイバイ。なんで同じこと言えるん？